伊原淳一11月25日撮影。伊原淳一は日本の外交官。中フランス特命全権大使。京都府出身。京都教育大学教育学部附属高等学校を卒業し、京都大学法学部に進学する。1978年に行われた外務公務員上級試験に合格する。京都大学を卒業し、1979年に、 外務省に入省する。2014年1月30日、アメリカ北朝鮮政策担当特別代表グリーン、デイビーズと外務省の同期入省には、山口総平松健治、田良原正隆、広木茂之、大江博横井博宮川牧夫、小林博,博堀江良一、西岡厚史、大沢勤などがいた。外務省では、フランス語研修を受け、 その後は主に経済畑を歩む。皇太子、秋人新郎のアフリカ訪問の際には、通訳として同行した。1996年末に発生した在ペルー、日本大使皇帝選挙事件では、事務次官秘書官として事件に対応した。また、2004年の上海総領事官員自殺事件では、観察、査察担当の官房参事官として調査団の長を務め、 自殺は中国当局の脅迫に由来するとの報告をまとめた。2008年4月、在ロサンゼルス総領事に就任し、在ロサンゼルス総領事館に赴任した。それ以来、3年4ヶ月にわたって在ロサンゼルス総領事を務めたが、任期がこれだけ長期にわたるのは異例とされる。その間、ロサンゼルスに駐在するイスラエルとメキシコの総領事と共に、 三カ国共同でボイルハイツプロジェクトを立ち上げた。また、日本食や日本酒、日本の映画やアニメーションなどといった日本文化の普及に尽力すると、共にカリフォルニア高速鉄道に対して日本の新幹線を売り込むなど、日本企業の経済活動を支援した。2010年にロサンゼルスで開かれたアニメエキスポには自ら足を運び、オープニングセレモニーで登壇し、 挨拶も行っている。2011年に帰国し、外務省の北米局にて局長に就任した。2013年にはアジア太陽州局の局長に就任。2014年10月には北朝鮮による日本人拉致問題についての北朝鮮側の調査状況の調子と日朝協議のために編成された日本政府代表団の団長として、 代表団を率いて包丁した。2015年11月19日付で在ジュネー部、国際機関日本政府代表部特命全権大使。2018年3月7日、WTO 一般理事会議長に就任した。2019年11月8日、フランス特命全権大使。同年12月27日、県アンドラ県モナコ大使かつてはゴルフが趣味であったが、フィリピン駐在時に、 ゴルフで腰を痛めたことから、それ以来プレーしていない。大阪大学大学院、国際公共政策研究科の客員教授を務めた。2013年11月25日、北朝鮮政策担当特別代表グリーンデイビーズ、とは、現在の役職。ありがとうございます。